はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう目の前にあります、もうね、箱が大きくてね、ちょっと画角に入らないんですけれども、ポップアップパレードの L っていうやつですね。なんとポッパレです。低価格のポッパレなんですが、こちらは LL っていうことでね、サイズが大きいんですよ。なので価格もお高めとね、約倍、そのぐらいするんですけれども、まあ、何しろね、箱もでかいし、多分フィギュア自体もかなりでかいと思います。はい、でね、出来も相当良さそうなんだよね。まあ何のキャラかね、分かってない人もいると思います。はい、こちらはね、ベルセルクっていうアニメですね。アニメってまあ漫画もありますけれども、そのベルセルクから主人公のガッツですね。はい、そちらの強戦士の甲冑っていうのをね、着てるところですね。はい、まあ、まさにバーサーカー。ということで、今回はこちらをね、開封していきたいと思います。とりあえずそうだな、この状態で発光を回転させてみたいと思います。ということでね、奥にいるね、クローズの主人公坊やある道がね、ちょっと道連れになっちゃいましたけれどもはい、ということでね、では早速ブリスターだと思うんですけれども、そちらの方をね、見ていきましょう。ということでね、一回転させてみました。ブリスターの状態ですね。いやー、かなりかっこいいわこれ。まあ、梱包っていうかね、しっかりね、ぐるぐる巻きにされてますね、ビニールで。はい、やっぱでっかいこれ、手のひらと比べるとやっぱでかい。はい、では早速ね、ブリスターから取り出してみましょう。はい、開封しました。とりあえず台座からね、見ていきたいと思います。はい、こちらもう至ってシンプル、ポッパレのね、台座って感じ。これに関してはシンプルすぎるかなっていう感じだね。はい、次体験ですね。はい、こちらめっちゃくちゃでかい。いやー、これでかでかいけどよくできてますね。これデコボコした感じ、すっごいよくできてる。で、持ち手の部分とかね、こう重厚感がありますね。いや、すごい。はい、で、本体ですね、こちらバーンとね、もうでっかい、でかすぎるポッパレにしてはでか。もうこれに関してはお値段以上だよな。もうジオラマがついてるんでね、この甲冑が見事だね。めっちゃね、漆黒の鎧って感じで、もう本当にね、真っ黒ですよ。真っ黒って言ってもね、まあさすがにちょっとね、シルバーっぽく吹き付けられてね、陰影がはっきりしてる感じはあるんですけれども、で、後ろのちょっとこのね、マント部分っていうんですかね、これもね、なんかその作中の感じがよく再現されてますね。このおどろおどろしい、いやー、すっごい、いや、見事だね。で、このね、頭部、
この目の部分がね、ちょっと Z みたいなね、アルファベットの Z みたいな感じで赤いんですけれども、これがめっちゃかっこいいよな。でこのね、岩の上、にこうね、つま先で座ってる感じ、めっちゃいい。で実はね、これね、なんとちょっと説明書を見ますね。はい、説明書を見るとね、なんと頭部が一応別パーツで付いてるんですけれども、それをねミライト 316R 別売りってあるんですけれども、こういうユニットみたいなやつですね、これを差し込むことによって頭部を光らすことができるっていうね、それ自分知らなくて、ミライト316持ってないですなのでね、光らすことができないんですよ。そこをちょっとね、紹介できないのがね、ちょっと申し訳ないですね。はい、でそのね、別パーツの頭部がこちらですね。一応 Z みたいなね、目のところがクリアパーツになってますね。多分これが赤く光るって感じですね。ちょっと見たかったけどな。すいませんね、ちょっとミライト別で買わんとあかんな。はい、ではとりあえずね、全部組み立てたいと思います。はい、完成しました。いや、めっちゃかっこいい。なんだこれっていう感じでね、いやもうね、この体験をね構えた感じ、様になってるな。素晴らしい。まがまがしさがすげえ伝わってくるね。いや、これはよくできてる。いや、ポップアップパレードの L っていうやつは初めて買ったんですけれども、他にもね、別の作品で出てるみたいですけれども、唯一ね、私が欲しいと思ったのはこのベルセルクのガッツだったんですよね。いやでもね、これ買ってよかったと思いますよ。いや、これマジかっこいい。結構ね、ベルセルクっていうアニメ自体がね、ちょっと好みが分かれるような作品ではあるんですけれども、めっちゃ面白いですよ。なのでね、アニメもね、今、やってますんでね、ぜひ見ていただければなと思います。はい、でなんでガッツがね、この強戦士の甲冑をね身にまとったのかっていうのもね、見ていただければなと思いますね。そちらの話は今のやってるアニメとはね別の話なんですけれども、そこら辺はね、調べていただければなと思います。はい、ということでね、こちらとりあえずね、回転台座回せるかな、とりあえず回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。とりあえず今日のね、このレビューはね、ポップアップパレードの L っていうね、私が初めて買いました。はい、ポップアップパレード自体はね、何個か買ってるんですけれども、 L はなかったんですよね。いや、これはね、出来もさることながら大きさもあるんで、ボリューム感が何よりすごい。はい、ただ本当ライトが点灯できないっていうのはすごい残念ですねはい、とりあえず今回はね、これで終わりたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
鉛のような光放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる変えなの時間よ玉浦の幻見せて叶うことのない想い引き裂かれて月と狼の違いを果たされる思いだけとなるなら仮想に巡る季節の果てに確かなものなんてないのに揺らめき蜃気楼のよう記憶のかけら